今月1日から始まった福山城キャッスルステイ、福山城主として1泊2日を城内で過ごせる体験型の宿泊プランです。関係者を招待した披露イベントが昨日開かれ、参加者は天守閣で琴の演奏などを楽しみました。宿泊プランでは数百年ぶりに復活したお湯殿を利用し、江戸時代のようなサウナ形式の入浴体験をしたり、福山藩第7代藩主阿部正弘が黒船来航のペリー提督をもてなした料理を地元福山の食材でアレンジしたメニューを味わうこともできます。宿泊料は1泊2人で夕食と朝食がついて税込み132万円からを基本料金として、追加人数やオプションによって価格が変動します。福山城キャッスルステイは公式ホームページなどから予約を受け付けています。